パッパと、はい、やっていきましょう。片付けしつつみたいな。みーみー Vカイツです。今日はですね、化粧の方を紹介していきたいと思います。イエーイ、よっしゃ、やっていくぜ。まずね、下地の方はこっち、このポール&ジョーの化粧下地使ってます。見えますかね、ね、これ使ってます。これ塗ってシューシューシューって1プッシュしてシューシューシューってやります。で、次にちょっと今日持ってきてないんですけど、ここにトンエスティローダーのリキッドファンデーションを使って、こうポン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 ってポン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 ってやります。で、次に僕やるのがコンシーラーなんですけど、コンシーラーこれですね、ザ・セイムのコンシーラー。ここからちょっとやっていきたいなと思って、これでなんか自分の気になってる、例えばクマだったりとか、あと何だろう、お口周りのおひげだったりとか、こうねやっていくんですけど、また同じこのスポンジの方でポン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 、こう、ほら、どうだ、こう、こんな感じで叩いて馴染ませます。はい、多分ここカット入るんで。で、隠せたら次はこのね、メイクアップフォーエバーのこれなんだっけ、パウダーですね。パウダーをこれ塗るときと塗らないときあるんですけど、それも気分によってなんかやります。なんか専用のブラシが売ってありまして、これを使ってちょんちょんちょんって、もうちょんちょんだけど、これすごい、からちょっと下げてからこれやるとなんか化粧が落ちにくくなるらしいんで、でも首もちょっと首との色の差が気になるから、こうやります。はい、で、次が目の方ね、アイメイクの方していきます。ラブライナーのジェルタイプじゃなくて、このペンシルタイプの、ペンシルタイプのラブライナーです。黒色を使ってやります。これを僕はこの目のここ、目尻、こう、そうそうそう、目尻やった後に、この目のまつげの裏のこの、ここっすね、裏の部分に、この目尻の裏のところにこう描いて、まあ、目の周りを暗く見せる、ちょっと目のここまで、際のところまでちゃんと塗ります。はい、 OK。 で、終わったら次は僕はもうアイシャドウやっちゃいます。これアイシャドウはエクセルですね。スキニーリッチシャドウ SR03 って言うんですけど、ほぼ茶色みたいな感じ。これをね、これチップがあるんで、一番でかい方で、この一番明るい色ね、これをもう目の周り全体にこれ取ってから、もうここまで、ここまで、全体ね、もうここまでいっちゃいます。はい、で、次にまあこれも両方やって、説明しながらすごいですね、美容系 YouTuber さん、マジ尊敬です。で、次に2つ目のここですね、2つ目の横の色をジョンジョンジョンってこれベッタリして、こう、これをまぶたにつけます。これね、ちょっと下がった部分ね、見える、うわ、僕は見えてる、そう、まぶたの全部にやります。で、次にですね、2番目にこういう色、この色を細いチップでこう取って、僕的にはその目頭と目尻に濃いめでつけるっていうイメージで、この、二重とここの間、そう、ここです、見ますか、ここに
まあ、濃いめに塗る。濃いめに塗って、ここをちょっと薄めっていうのかな、ここ濃いめ、ここ濃いめ、ここ薄めみたいな、はい、感じに塗ります。で、次にちょっとなんかここの方がまだあんまり暗くないんで、ちゃんとここのここね、ここをこういう風にやって、で、次に一番暗い色ね、この暗い色もうジップのちっちゃい方を取って、今度はこのまつげが生えている部分に、そうそう、できる、こう前回全体的にね、結構濃いめにつけてから、あとでこうなんか押してというか、ポンポンポンって軽くタッチして、まあ揃えるって感じなんですけど、いつも OK、 こんな感じで、で、上の方はもうやったんで、下の方もこの黒いここですね、ここ、ここの部分に、こう真ん中から左側で外側でですね、抜けてこう描きます。そうするとなんか黒目が大きく見えるイメージ。これが終わったら、次はこのケイトのダブルラインテイカ、これがあるんで、これ使って二重幅をちょっと広めに取ります。こう、これでちょっと二重幅を、なんだろう、長めに見せる。目頭とかもこうちゃんと食い込ませてこう描き入れる。で、これが終わったら次は涙袋ですね。涙袋はちょっと割れかけなんですけど、ケイトのこの、なんだこれは、シェービングパレットのこの、僕はピンクが結構使うんですけど、ピンクをちょっと汚いんですけど、こう指でポンポン取って、この涙袋の上にスーッとひらめくキラキラ入れて、あとなんかちょっと全体的にぼかしたいから、なんか全体的にポンポンポンってって感じですね。で、次が眉毛。僕は眉毛を決めるんですけど、眉毛は僕すごい描くのが苦手なんで、もう筆のマイペン使ってます。これでここをゴリゴリ描いていきます。ゴリゴリ、描いて眉毛ね。やっぱりなんか眉毛って目と眉毛の位置が近い方でいいっていうじゃないですか。だから下を重点的にこう、はい、こういう風にやって描いてあげて、これすごいんですよ。なんかペンってやるじゃないですか。次にこれでぼかしてあげるんですよ。こう、しかもこれもペンになってるんで、描いてあげるとより広く見えるというか、最後ちょっとあの毛の流れを揃えるために、3番目のこっちのこれですね、これをちょんちょんちょんと流してあげると眉毛の形も綺麗に見えるし、綺麗にグラデーションができると僕は思ってるので、こうやるとね、綺麗な眉毛が色がつく。結構薄いんですけど、眉毛がこれで綺麗になってきます、ね、はい。で、もう目はもう終わります。次はノーズシャドウとか鼻の方を影作って鼻を高く見せる。僕はケイトのデザイニングアイブロウです、ね、これ使ってここを描いてます。前までこれで眉毛も描いてたんですけど、なんかちょっとあんまりなんか難しいなと思って、まあいいか、完全にこれになっちゃいました。これを僕はこのいつもこの黒と、結構肌黒いんで、この間をちょちょちょっと取って、眉毛から鼻の上です、これです。こっち側も眉毛の位置からで、これでも終わりです。これを手でこう、
ってどかしてあげて、で最後にここの花を花の高く見せるために白色を塗ります。僕ちょっとあのもう先日ですね、バーンってやった瞬間にもう割れちゃったんでほぼないんですよ。でまだ使えるとつぼいを思いました。なのでまだ使ってるんですけど、もう買います。さすがにもうやばすぎる。まず次に鼻の先につけるんですよ。鼻の先からこうね、スーッこっちもスーッ高く見せるからスーッやることでここは高く見えるっていう。でももうほぼ完成です。あとはもうリップしてっていうだけですね。もうはい。でリップは僕結構なんかおすすめのリップが分かんなくて、基本的にこのニベアのこのよくコンビニとか薬局とかで売ってるやつをか、あとなんかエチュードハウスのこの色ですね、このピンクの色、リップケアっていう。これなんかあんまりなんか リップらしいリップは持ってないんで、気分でこれを塗ったりとか重ね付けしたりとかしてますね。これはちゃんとこれだね。これで僕のメイクは完成です。こんな感じで髪を下ろして、ということで、はい、これが僕のメイクになります。いかがだったでしょうか。多分あんまりなんだろう、あんま変わんないって言われることが多いから、僕もあんまり変わってないかなと思うんですけど、まあ、ちょっとキラキラしてるかなっていつもよりはしてると思うんで、ぜひよかったらね、メンズメイクとかしたことない人とか、あとは女の子でこれ参考になったなとか、もし逆になんかいろいろこういうリップがいいよとか、こういう化粧品いいよとかあったら、いろいろ聞きたいなと思います。ありがとうございました。Jlモンスターでした。せーの、キラキラー。